えー、2023年9月3日、えー、夜8時になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか鳩のすの、鳩とと申します。えー、また、石上げました。な、なんで開くんだろうね、この20分ぐらいの時間は、俺は、年数できてないのかな、毎回。なんで作れないんだろうなって。ね、毎週毎週思いながらね、絶対2週間に1回のペースで、 あのー、遅刻、遅刻じゃないか、もうやめて、えー、いますけども。いやーね、な、なんでこんなことして、俺いつも何をやってるんでしょうね。これ毎回ね、当日か前日の夜に撮ってるんですよ。だ土曜の夜か、日曜日の午前中ぐらいに撮ってるんですけど、なんで毎回ね、 できると思うんだよね。土曜とか日曜って。20分くらいは時間あると思うんですけどね。まあ、量だったらさ、あのー、時間をね、あまり気にせず、もう周りの部屋とか、うるさくしようもうどうでもいいからさ、あのー、まあ、お互いに、お互いを許しちゃうみたいな感じで、えー、無 <laughs> 視し合ってるからいいわけなんだけどさ、その家だと、その、俺の隣の部屋が、 じいちゃんばあちゃんがいるからもう夜8時ぐらいにはもう寝てるんだよね。だから俺の部屋で物音を立てられなくなるわけよ。もうテレビも見られないわけ、俺の部屋じゃ。だからね、それが結構ね、きっついでございますね。だラジオは早めに撮ってないといけないんだよね。 そこが多分ね、俺の中だるいんだろうね。午前中はもう僕は捨ててるんでね。うーん、まあ、そこは難しい問題ではありますけども。まあ、だけどね、そろそろ始めていきましょうか。はたらばばばば このラジオはリスナーの皆様の応援と、私の暇つぶし精神によって成り立っています。よかったら、コメント、高評価、チャンネル登録の順番でよろしくお願いいたします。あたまして、鳩の巣の鳩と申します。はい。えー、夏、高先生の夏休みも、もうどんぐらいですか。半分、三分の一過ぎたぐらいですかね。六十日ぐらいあるから。 60日50日ぐらいか50日ぐらいだからまあ3分の1を過ぎたぐらいなんですけどもね、まあ、私はまあ5年生なのでかなり卒研の毎週毎週寮生なのにね学校に登校して、ね、朝7時とかに起きて親が弁当を作ってくれてるからそれを持って行って、ね、学校にてね 学校で卒検をして、弁当を食って、で夜7時ぐらいまでもうね、ある人が8時ぐらいまでね、学校に残ってね卒検をしてるわけなんですけどね。で、まあそうやって、で僕、まあ、なんだろう、学校から実家までがどんぐらいかかるかな。あれ学 学校から家行く、行って、家から学校行くと、1日のね、4分の1が移動で消えるわけですよ。うん。だそれで、ぐらい遠いところで、だから寮に入ってるんだけど、そんだけさ、遠いとやっぱり移動時間、かなりね、電車が多いから、 まあ結構ずっとスマホ見てるんですけど、あのー、まあそろそろ資格試験の勉強を電車でも始めようかなと思ってるんですけど、だいたいまあツイッター、あ、X か。X を、X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 、まあ。X だけじゃ、別にそんな聞こえないか。X を、あのー、見てるんですけど、それ 複数とかまあ、インスタかなインスタだったりをね、ちょこちょこ見たり、あとはもともとの勤務先が燃えてるニュース記事をヤフーニュースで見たりとか、いろいろや、ね、時間潰してるんだけど、まあ、夜8時、まあ、ある日、まあ、夜8時に学校を終えて、えー、家に向かってる。でも、ヘッドウズですよ。1日10時間、11時間ぐらい学校にいるわけですから、 もうヘトヘトで、で、学校から駅までも遠いから、そこも、もうバスがないわけよ、田舎だから。もうバスがないから、歩きで駅まで行って、電車乗って、で、電車で、ふーって汗、ダくクダク、もう、なんだ、あの、汗を拭くさ、なんか、タオルみたいな布があるじゃないの。あれがないわ、今、ちょっと元になくなっちゃった。ファブリーズだっけあの、塗るファブリーズみたいなやつ。 息リフレッシュじゃなくて、ハだダオのメンズビオレ、なんだっけな、リセッシュまあその汗拭き、汗拭き臭をさ、そのもうからい拭いてももうずっと俺、まあ汗人よりめちゃくちゃかっからドバ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 ね、出ちゃってるわけよ。それの中で疲れて椅子にふわーって腰かけて、 背もた、背もたれをさ、電車に預けて、さあ、数時間ぐらい電車に揺られるわけなんだけど、その時にね、インスタを見てさ、るとあの、同級生が、なんか、いい感じの瓦で、バーベキューをしてるわけさ。クラ、高専のクラスの子がね。で、かたや俺は、卒研で、 学校に行って、まあ水関係なんだけど、水を、いろいろ実験をやったり、水を取ったりしてる中で、彼らはその水の近くで、火をくべてさ、肉とか野菜を焼いてるわけよ。友達と、火を囲んで、仲良く。俺は一人で、ガラス容器を洗ってる間にさ、彼らは、 鉄板の上で肉や野菜を焼いてるわけよ。ちょガラスをつバーベキューで使う絵が想像できなかったわ。でね、うん。まあ、こう思うよね。くそいやまあ、憧れというかなんだろうね。バーベキュー最近や、キャンプ最近行って だから良かったんだけどさ。その、なんだろうな。俺11時間、俺が学校、わざわざ学校に来た11時間、こいつら何をしてたんやってなるわけよね。ちょっとした虚しさがあるよね。そ劣等感じゃないけど、やっぱそこくら、比べちゃうよな。 ちょっと俺はこんだけ卒業研究を、ま、頑張ってとか俺やらないといけないの。毎週学校に行かないといけないような卒検を選んじゃって、そう、俺の選択ミスなのよ、要は。選択ミスなわけ、俺の。要領がいい人たちは、 あのそこまで自分がやることだ学校にわざわざ行ってまでやるようなことがほとんどない卒業研究の内容を選んで、えー、まあ前期とか後期とかのある程度の時間を使ってやって夏休みはほとんどねまああのなんか調べ物とかしてればいいよ勉強とかしてればいいよっていう内容を選んでさあのすごいしらんけよで自分たちまあ大体そういうのを通せただからさ あの通勤、だからバイトをもともとやってるしさ、それでお金も稼いで、それでいろんな場所にもうお酒も飲めるし、タバコも吸える、パチンコ屋も入れるっていう、もうお年齢ですから、それでもういろんなところでバカ騒ぎをしてるわけよ、もう成人式も,も、ね、わねあと3、4ヶ月先に迫ってきた。 わけですから、もう中学校の当時、お久しぶりよーい、っつってね、お前な最近大学どうなんだよ、みたいなさ、そういうトークもしたりさ、あの、高生のクラスメートとあとさ、あ、何月卒業だよ、お前、つって。お前あ、卒業してもよ、一緒には、酒でも飲むべえや、つってさ、そういう喋ったり、ね、交流深めたこ,こいつとは、まあ、長い付き合いというか、まあ、そんなに、 高専卒業して、急に縁が切れることはないだろうみたいなさ、下地を、下地作りじゃないけどさ、まああの青春だよね。青春を過ごしてるわけよ。そんな中俺はさ、野郎3人でキャンプ行ってさ、ほとんど卒検、毎週毎週、学校の自分が卒業するためのさ、あの、研究でね、 学校行って、水取って、窒素とかリンとか、測ってさ、一ちそれエクセルでカタカタカタって言って、やってるわけよ。片や私はね。まあまあねえ、当然彼女もなく、えー、中学校からの友達はもう、 2年は連絡を取っておらず。こんな。まあ、会う人会う人に30歳だろうと、えー、24歳のフリーターだろうと、えー、言われている、えー、未だ19歳でございますけど、悲しい。悲しいよ、俺は。まあ、卒検つまんないとか、面白いからいいんだけどね、別に。 あの自分から選んだテーマだから後悔はしてないんだけど唯一後悔があるとすればなんで俺は共同研究にしなかったんだろうっていうねあの話ですよねそのまあ、まあ、う,うちの高生のね先生が、まあ、共同研究でうまくいってる例はね一人も見たことないみたいな一組も、えー、共同研究でうまくいったやつはいないみたいな 復元をしててさあーまあそりゃそうだろうね。もうやる気のあるやつと、もうこいつ無能すぎるから早く卒業させるためにこいつに手伝ってもらおうっていう先生の考えでだいたい共同研究ってさ、ねえ、なっちゃうからさ、それしょうがないんだよ、うん。しょうが、そうはならなかったんだよ、ジャック。うん。あの、すんごい困っちゃうけど、俺 のテーマさ、その、水を取ってさ、7個実験、まあ、このぐらいっていうか、7個実験やるわけよ。で、それを、えっ、ー、と、年内までや,るやり続けるんだけど、毎週水を取って。で、その7個実験をやるときに、まあ、毎回、毎回水は冷凍保存してあるから、解凍して4週分ぐらいでやるんだよね。 で、一回、一周で二個サンプルがあるから、八個ぐらい同時実況するわけよ。そうするとどうなるかっていうと、まあ、あの、パンパンなんだよね。<laughs> 水がぷわん、ぷわん,ぷわんにあるわけ。うん。だからね、こ、こぼっちゃうんだよ、俺は。 どうしたらいいんだろうという話になってくる。うん。なん、その8個実験だとさ、もうガラス容器を実験室にある、まあ実験室ガラス容器っていうかビーカーだな。あの実験室にあるビーカーをさ、もう全部使っちゃうわけ。その大きさの。で、50ミリのビーカーをだから30個とか一気に使っちゃうわけ。で、それを全部洗って、 で、それが乾いたら閉まってとかね、やんなきゃいけないんだけど、その、前期中は、みんな研究室の人見たから、あのー、一緒に、ちょっと手伝ってもらってたの。先生の、うちの研究室の先生の方針が、まあ、みんなの、同じ研究室の人のテーマちょっと手伝おうみたいな。みんなで協力してやっていこうみたいな感じだから、まあそれでやってたんだけど、まああまりにも俺の、 内容がやばすぎる。で、えー、他のやつらの内容があんま人に手伝ってもらう必要がないと。えー、この2つの、えー、やつが、えー、マッチ、ベストマッチしてしまうとですね、あのー、もう手伝わなくてよくないかという、もう手伝ってもらうのに、これ、あの賃金が発生する必要があるんじゃないかっていうね、な、あの話になってきてしまいましてですね。 あの、だ夏休みはまあ基本的に一人でやってるんですけど、まあね、つまんないっすよ。<laughs> 一人でずっと黙々とさ、あのー、ガラス容器に水入れて、えー、この薬品はこの何ミリ入れて、この薬品は何ミリ入れてってずっとやってるわけよ。ああ、つまんないっすよ。これを超えるもんないっすわ。ああ教えてほしいよ。これより、 これより面白いものを教えてくださいって思いながら、えー、学校にいるよ。でさあ、夏休みは全然みんない,ないわけよ、人も。いることはいるんだけど、その、俺がいる場所に、俺が実験やってる実験室に、周りにいないわけさ。なんかちょっとバスケ部から LINE 来たごめんね。 で、まあえー、やってて、実験やってて、誰とも会わずに、もうずっとさ、ラジオ聞いてるわけ。<laughs> ずっと芸人さんのラジオさ、ループして,て、でもうい、全然追いつけてないから、あのーね、結構まあ助かるっちゃ助かるんですけど、あのー、ラジオ聞いてて、まあ、やっぱ笑っちゃうじゃん。聞いてて、面白いことがあったら。はは、は、みたいな。俺、 どういうふうな、俺、ふ <laughs> 俺みたいな感じで笑うのよ。<laughs> みたいな感じで笑うんだけど。その、実験室のドアさ、たまに開いてんの。ちょ、ちょっと開いてるわけ、隙間が。ちょっとだけ、締まりが悪いから、古いから、ちょっと締まりが甘いからさ、あの、学生はいないんだけど、教員はいるわけよ。先生方たちは、普通に研究活動とかをね、やってるわけ、部活とか。 だから学校にいるから廊下だからそれを聞かれてるんじゃないかっていうちょっとした心配があるよねそこはそこだけはねあの持っていきたいんですけど、うん、でもこれはちょっと前の話になるけどもまあその共同研究にすればよかったわみたいな言ったんですけどあのまあできないんですよ うちの研究室、今の研究室的に。あの、4人いるんですよ、メンツ。俺合わせて4人いるんだけど。あのね、終わ,終わってんだよね、正直。正 <laughs> 直、まあ、仲いいやつでしょ。なあの、俺以外の3人中2人は仲いいんだけど、1人が、ほんともう、ね、人間なのかなっていう感じの、えー、かんペット、ペット、 とかじゃない愛玩動物ではないからな何だろうなあれは何か何かですあい何かあいしか言えないあでもあい何かは願いを叶えてくれるんだよなあいつは俺らの願いを砕くから何かじゃない何かあれかあれかそれかどれか ああ、ダメだ。あいつに名前も与えちゃいけない。そうな名前すら与えてはいけないものだと思っております。まあ、そんな輩らがいるんですよ。で、まあ、その仲い,いやつは、それぞれ、その、前期中結構手伝ってもらってたんだけど、もう決まってんのよ、その二人のテーマ。もう決まってて、で、どっちもね、一人でできるんだよね。そんな大変じゃない。 時間もまあかかるないか。そう、俺の卒検でなんで共同研究者が欲しがっていうと、時間マジでかかるのよ。実験とか。あ掃除。基本、片付け。片付けがめちゃくちゃ時間かかるよ。一人でさ、ガラス容器50個とか洗ってたらもう、頭おかしくなるわけ。もう水でさ、ある程度水道水で流して、洗剤でもうよくさ、周りも磨いたりして、 で、また水道水で流して蒸浄水で最後、全部、面、洗い流してて干すっていう。これをさ、50個とかやったら、気が狂ってしまうわけよ。<laughs> こんなのをさ、あの、夏休みにやってるってことを、こういうのやるんだからな。あの、高専、4年生以下。聞いてるか聞いてるやついるか天の川流星とか聞いてんのかなあ。 あの、ちゃんと学校来るからな。多分どのテーマでも。一応来るからな、学校には。学校に来ない卒検ないから。あの、そういうのを覚悟して、あの、今のうち遊んでくよ、マジ、夏休みは。本当これだけは言ってるもん。夏休み、今遊べ。こんな忙しいと思ってはませんでした。僕らも正直。定期買ってんだから、こっちはちゃんと。 両、ね、生は定期買うんだから夏休みわざわざ通生で繋らかってないのにおかしいよちょっともう。<music> ええ、というわけで、エンディングでございます。いやー、今日はコーナーやりませんでしたね、普通に。ずっと続いておりましたけども、続けて何とか喋れましたけど、でもその怒りというか、ある程度嫉妬心があるとですね、結構あのー、フラストレーションが溜まる。 違うな。あのー、まあ、言いたいことが言えるというかね。まあ、はっきりと。言いやすいなと。はっきり言いたいことが言える。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、ポイズンですけど。うんとね。大、まあ、卒検、まあ、大変な人は大変ですけど、楽なやつは、 とんでもなく楽ですからね。ひどいですよ。本当に。まあね、ね今度は上げるけど、本当、発表会、すご、すごかったからね。もう、あ、こ、こんな、うん、運営の差だな、あれは。本当にもう、運営の差がちゃんと同級生で、この半年で生まれてるんだなっていうのが、ちゃんと分かったんで、 ねえ、あのー、まあ、大変、まあ、大、まあ、5年が一番大変ですよ。後輩に言うなら。うん、5年が一番大変です。はい。今までは甘えですから。<laughs> 1年であの、単位落としそうとか、3年で最初受けましたとか、普通に、うん、しょうもないからな。マジで。本当に。何やってんのああ遊んでんのかああ慣れてんのかうん、あああ本当に。しっかりとね、自分の目標を持って、 やれば、単位なんて落とさないんで、構成楽なんで、大丈夫です。では、今週はここまでです。ありがとうございました。派遣バイトの、派遣バイトに必要な銀行口座を、まだ作ってません。